土佐黒潮鉄道はきょう高知市で取締役会を開きました報告書によりますと今年度8月までの実績を含む収支の見込みは五面那覇線中村宿毛線を合わせて6億8700万円余りの赤字になる見込みで当初予算よりも300万円ほど落ち込むとしています一方で収入は五面那覇線で3億8500万円余りと コロナ禍前の2019年度と比べて同じ水準まで回復。中村すくも線でも8割近く回復しているということです。土佐黒城鉄道は要因として、高知への旅行需要が回復するとともに、インバウンド効果の影響などを挙げています。また、JR 四国のダイヤ改正に合わせて、来年3月16日から 特急列車足摺りの高知中村間の1往復を減便すると発表しました土佐黒潮鉄道では利便性を確保しながら需要に合わせて経営改善につなげたいとしています